尚美学園、今日は80周年コンサートということで、この栄えあるステージにお招きいただきまして本当にありがとうございます。羽田健太郎でございます。どうも本当に今日はおめでとうございました。そういう栄えあるステージ務めさせていただいて私も大変光栄に考えて、感じております。今日はただいまから約8時間にわたりましてそんなじゃできません。短い時間ですけどね。皆様よくご存知の今聴いていただいたようなクラシックの作品から、前半はクラシックの皆様よくご存知のピアノ曲を演奏します。そして後半はプログラムにはね5番がリクエスト、6番がスクリーンミュージックって書いてあるかもしれません。これ5番と6番、つまりスクリーンミュージックをリクエストでいただいてメドレーでお聴きいただくと、こういうことでございます。5番と6番が、一緒だと思っていただければ ありがたいと思います。そういう前半がクラシック、後半がポップスでございます。日本で一番クラシック音楽が盛んなのは岡山県クラシック市というところがございます。今やこちらの東京の音楽の発信はここ尚美学園というふうになっておりますので、この育つ若い学生の皆様がこれからいろいろな音楽のシーンで活躍されることを心から願って、今日は一生懸命演奏しますのでお聴きいただきたいと思います。次はドボルザークのユーモレスク。ドボルザークも、ボヘミア、今でいうチェコスロバキアですね、ボヘミアで学校の先生をしていました。そして、アメリカに渡って、アメリカで有名な故郷のことを思いながら書いたシンフォニーが新世界よりという曲でございます。ドボルザークは大変自分のふるさとの音楽、自分が育ったところのメロディーだとかハーモニーをすごく大切にしたという意味で、大変、祖国愛の強い音楽家でございます。それから祖国愛と言いますともう一つ続けて演奏しますショパン。ポーランドが生んだピアノの詩人と言われています。このショパン、なぜピアノの詩人と言われているかと言いますと、彼の残した作品のうち実に 98% がピアノ曲でございます。それもほとんどピアノの独奏のための優れた作品を残しております。あとの、98%、 じゃあ 2% はとお尋ねになられると、それは2曲あるピアノコンチェルトですね、1番と2番、大変若い頃に書きました。なぜか1番と2番というのは作曲された順番が2番の、今2番として演奏されている方が先に演奏されます。先に作曲されているんですね。1番の方が後から作られた。じゃあなんで1番と2番が逆になってるんだ、その辺はショパンの事情があったと思います。ありがとうございます。そのショパンのピアノの詩人と言われている、ショパンの代表的な作品、幻想即興曲を聴いただきます。ショパンと日本、日本の音楽ファンの方でも大変ショパンのお好きな方、またショパンがよく演奏されるピアノのコンサートで演奏されることが多いんですけど、それだけショパンの祖国のポーランドと私たちの住んでる生まれ育った日本というのはゆかりが深いわけでございます。そうだっけ、ショパンと日本と。まず何点かその日本とショパンの、ショパン、そしてポーランドとゆかりが深い何点かお話しさせていただきます。まず1番目、ショパンとジャパン。あんまりいい説明。じゃあ2番目、これはもうちょっと真面目な話です。国旗の色ですね。オリンピックの開会式なんて、ご覧になるとお分かりのように
国旗が赤と白で作られているのは日本とポーランド、それからカナダもそうですね。なんかね、聞いたところによると世界でその5、6カ国しかないんですって。赤と白のツートンカラーで国旗が作られているのは、まあ、そんなわけで、ポーランドと日本はゆかりが深い。一番ゆかりが深いのは次にお話しする3つ目、ショパンの祖国ポーランドは日本の古くから皆様よくご存知の民謡で、その縁が深いのが歌われてます。九州は熊本県に伝わる五木の子守唄、この五木の子守唄の中に、日本とポーランドのゆかりが深いのが歌われてます。一番の出だしのとこですね。おどまぼんぎりぼんぎり、ぼんから先はポーランドと。つまりお盆まで私は五木地方にいるけど、お盆が過ぎたらポーランドに行ってるからね。まあそれは真偽のほどは分かりませんけど、そんなわけでございまして、祖国愛、この学校から巣立った若い将来ある学生さんもいつもいつも母校尚美学園のことを心に、描いて、幅広くそして高く世界に飛び立っていっていただきたいという願いを込めて、大変祖国を大事にしたドボルザークとショパンの作品、ただいまからお聴きいただきます。ユーモレスクと幻想即興曲です。
ドヴォルザークのユーモレスクとただいまのショパンの幻想即興曲を聴いていただきました。私もクラシックのこういう曲を演奏していると、自分が学生時代、ピアノを一生懸命上手になりたくて音楽学校に高等学校から通った、時代のことを思い出します。結局高等学校から音楽学校に進んでピアノ科に入ったわけですけど、一応音楽学校ですけど、私の母校は東邦学園というところなんですけど、そこで、勉強しまして、一応音楽学校、音楽のカリキュラムが高等学校の1年生から多かったんですけど、一応国語とか数学とか、地理とか一般学科もありました。でもメインになるのは音楽の授業ばっかりで、一般学科は非常にカリキュラムが少なくて、例えば高校の1年の時ですけど、数学は週に1時間しかないんですよ。で、数1って教科書ありますね、数学1、あれをね、当時の私の行ってた高校では3年かかってやるんです。普通高校1年で数1でしょ、で2年で数2、数3とか普通行くんですけど、何せ週に1時間ですから。他はもう音楽美学、西洋音楽史、東洋音楽史、音楽概論、そういった専門、あとソルフェージとかね、ご存知のようにいっぱいありまして、でピアノ科はピアノのレッスン、弦楽の人は弦楽科のレッスン、それでオーケストラ、ピアノ科の生徒は合唱、アンサンブル、いろいろありますから、どうしても一般学科は少ないんです。数学が1時間しかない。それも3年かかって数1の教科書全部行けばいいんですけど、4分の1ぐらいしか行かないんですね、3年間で。それもきちっと、学生の本分はね、
親が月謝払ってくれてますから、学費払ってくれてますから、学生本部一生懸命勉強すればいいんですけど、さっきもお話したように僕は音楽が好きでピアノが上手くなりたくて入った高校ですから、数学勉強したくて入ったんじゃない。数学の授業なんか出たことない、サボってばっかりいて。だいたいね、高校1年で数学、新しい新1年の教室入って勉強してると、上級生にいた小高忠明とかね、井上道義さんとかって、そういう人がね、僕が数学の授業を受けてるとね、おい、羽田、普通科の校庭行って三角ベースで野球やるから来い。数学の授業を受けてるのに、ガラガラっと開けてね、呼びに来るんですよ、男。何しろ音楽学校ですから、高等学校で男子が少ない。そこへ持ってきて、通学なんか勉強したくないもんだから、そーっと。彼らはもう上級生で、ほとんどそういう一般学科の単位を取っちゃってるから、通学の時間野球やってたって問題ないです。私は一応ね、1年生で入ってまだ出席日数だってあるんですけど、やっぱり上級生の命令は怖いですから行きます。それでほとんど数学はもう授業出たことないです。高校3年通って数学のテストでね、最高点100点満点で21点っていうのが最高記録ですねでもね、当時数学っていうのはピアノが上手になりたくて入った音楽学校ですから、買い物行って計算間違えなきゃいいや、このくらいの認識です。国語は新聞や雑誌が読めればいい。で、社会や地理っていうのは電車やバスに乗って間違いなく目的地に着ければいい、このくらいの認識でしたから、数学の授業をサボっててもね、何のまずったなんてことは思わなかったんです。でもね、この年になるとね、やっぱり数学少しはやっときゃよかったなと思いますね。なぜかっていうと、サボってたおかげでね、いまだに微分積分とセブンイレブンの区別がつかないで、地理もね、山本譲二さんが NHK の番組でね、喜びも悲しみも行く年月って、もう 4,5 年前に私がオーケストラアレンジして彼が歌ったんですよ。で、リハーサル終わって、いい歌ですね、おいら岬の灯台森は、終わったらね、休憩になったら山本譲二さんがね、羽根健さんって呼ぶんですよ。ちょっと聞きたいんだけど。何？いや、出だしの歌詞でね、おいら岬って何県のどこにあるか分かんないから、羽根健さん知ってたら教えてって。私もその時は高校の頃、地理やっときゃよかったと思いました。即答できない。それで山本譲二さんには、ちょっと休憩時間に調べとくから後で教えるって言ってね、こう、そこは NHK だったんですけど、本屋さんあるんですよね、 NHK の中に。で、本売り場行って日本地図借りて、全部ね、海岸線を奥入良岬で調べた。あるわけないですよね。ところが静岡県に御前崎っていうのがありまして、それで台風の通り道ね。それで上司さんが分かったって言うから、いや、奥入良岬って分かんなかったけど、御前崎ってのあるから、それイメージして歌えばいいじゃん、そうだなとか言ってました。まあ、私と同じように山本譲二さんも非常に楽天家な方だなと思いましたけど、そんな一般学科サボってたんですけど、これからドビッシーを演奏するんですけど、このフランス音楽に対しては大変私憧れ持ってまして、このフランス語の授業だけはずっとサボらないで、何を置いても高校大学と7年間フランス語の授業だけは出ました。第一外国語にフランス語を取ってたんです。週に、6時間、高校1年から大学4年までフランス語週に6時間だ。で、英語を第二外国語に取ってました。でも音楽ですから、イタリア語、歌の方はイタリア語を取るし、普通音楽学校だとドイツ語も取るんですよね。まあ迷ったんです。フランス語と英語じゃなくてドイツ語にしようかな。ドイツ語も身につけてて決してジャーマニーになるもんじゃないしそんなわけでフランスへ留学っていう夢もありましたから、フランス語を取りました。7年間やっぱり多感な時期にフランス語週に6時間やって、大事ですね。こう非常に敏感な時期にフランス語をそれだけ一生懸命、フランス留学したいって気持ちがあったもんでやりました。ですからあまりね、こういうステージで、それもこの高いところでお客様の前で自慢めいた話をするのは良くないって分かってますけど、数学や地理はダメですよ。ところがことフランス語に関しては、今でもね、この年になって日常会話程度のフランス語でしたらほとんど分かりませんでもたまにもう最近はね全く飲んでないんですけど、15年ぐらい前にね、結構お酒飲んで、中学の時の同級生ですから音楽家じゃないんですね。その人は神社に勤めて神主さんになって大親友がいたんですけど、彼とね、
15年ぐらい前に一晩飲み明かしていろいろな話をしたの。僕は音楽に住んで、彼は神様にお仕えする仕事を選んで、でいろんな話をして、翌日電話しました。僕彼のうちに、したらね、また1年に1回ぐらい会ってお互いに違う社会に生きてんだけど話しようね、楽しかったよ。そうだね、だけど羽田お前昨夜学校でフランス語勉強したって言ったけど、酔っ払ってフランス語喋ったぞって言うんですよ彼が。私はシラフだって日本語間違えんのに酔っ払ってフランス語言うわけないんです。だから彼が、いや間違いなく羽田お前ね飲んで、それも相当メートルが上がってからフランス語喋ったって言うから、俺なんつったって聞いたら、うんお前なウィって言ったって。それじゃあそのフランスの代表的なドビュッシーの月の光聞いていただきます。
はい、どうもありがとうございました。ドビュッシーのベルガマスク組曲の中から月の光を聴いていただきました。それではね、今日のこのコンサートの最後のプログラムになります。もう終わっちゃうのっていう感じかもしれませんけど、ここからが長いんです。お客様からね、さっきお話したように、リクエストいただいて映画音楽ので、それをメドレーで今お聴きいただこうと、こういう趣向でございます。そうですね、ここに譜面があるわけ、譜面を用意してあるわけじゃありませんので、お客様からリクエストいただいても、例えば私も人間ですから知らない曲もあります。それから昨日まで覚えてたんだけど今日ど忘れしちゃった曲とかね、それから最近私ももう何年かすると、まあ、あと 2,3 年で還暦っていう年齢なんですけど、自分でこの頃囲碁人になったなっていう自分の性格分析もありまして、いつもは弾きたいんだけど今日は弾きたくないとかっていう曲もあります。気分でね、そういう曲をお客様からリクエストいただいた時は、あ、その曲売り切れと申しますので、なんか他の曲でご容赦願いたいと思います。それじゃあ、恐縮ですけど、本来ですとね、お一人ずつリクエストいただいて、それにお答えしていきたいんですけど、まあそうも参りませんので、恐縮ですけど挙手をしていただいて、私の方から3名の方ご指名させていただきます。で、そのいただいた曲3曲を中心にメドレーをこう紡ぎながら、繰り広げていこうと思います。リクエストのある方どうぞお手をお挙げください。どうぞ。はい、そちらの男性の方、星に願いを。あ、それアンコールに弾こうかなと思ってたんですけど出ちゃったので番号では他の曲弾こうと今思いながらメモしないとこの頃すぐ忘れちゃうの、悲しいですよ。もうなんかね、物忘れ外来っていうのがあったらそういう病院行きたいぐらい、もう本当にすぐ言ってるそばから忘れちゃう。じゃあ今欲しい願いをって男性の方からいただきました。女性でリクエストになる方どうぞ。そちらの女性の方、はい、ニューシネマパラダイス。ちょっと品切れ気味だけどやってみましょうはい、じゃあもう一曲リクエストのある方、はい、男性、そちらの、太陽がいっぱい巨人が2敗ジャイアンツはね、目の前で中日の胴上げ見て悔しかったでしょうね。ありがとうございました。リクエストいただきまして、もう一回確認しましょう。最初ゴジラ対ガメラ、あ、じゃない、星に願いを これはね、星に願いをと太陽がいっぱいはもう在庫ふんだんにあるんですけど、何しろこちらの女性の方からいただいたニューシマネじゃない、シネマね錦織健さんと一緒にステージやった時、あの人故郷が島根なんですよ。それでね、やっぱり お客様からニューシネマパラダイスってもらってて、錦織君と喋っててね、あ、君のふるさと今日ね島根あれだから、ニュー島根パラダイスって言って笑われたことあるんですけど、おさらいなんかしてです、それで、このいただいた3曲を中心に演奏していきます。で、まあ、お客様ご遠慮がちなのか、 あるいはポピュラーの曲にあんまり興味がないのか分かりませんけど、あんまりリクエストなかったんですけど、普段はね、もう本当押すな押すなとわーって言われるんですけど、もしかしたらご遠慮がちに聴きたい曲、思い出の映画とかあるんだけどってご遠慮がちに、おっしゃってる、手を挙げなかったお客様が多分おいでだと思いますので、そういった方のリクエストもこの曲好きなんじゃないかっていうのはなるべく網羅してまいります。で、ただメドレーですから一番最後の曲だけ申し上げておかないと、一体はい、アネケンのメドレーはいつ終わるんだってことになります。一番最後、さっきフランス語の話をしました、今でもこだわってます、シェルブールの雨傘、これが出てきたらメドレーの最後だっていうことでございます。何を隠そう、このシェルブールの雨傘が出てきたら花束をくれる方がそこにスタンバルという、こういう暗黙の宮でもあるわけでございます。なんかテレビ界の内幕をちょっとご披露したような感じでございますけど、今日は本当に、この栄えある80周年の記念コンサートで皆様の前でピアノ演奏させていただいてありがとうございました。じゃあ最後、まあ、あえて言うならば懐かしのとさせてください。懐かしのスクリーンミュージックメドレーをお聴きいただきます。
Thank you.
ー。